しのりです。はい、ということで始まりました A グループの MBS ヤングタウン、イエーイ。あ、今日やりづらいかもこの人。あ、本当？結構ハッピーハッピーに行くんじゃないの？ハッピーに、あ、いいことやない。ハッピーに行こう、ハッピーに行こう。水曜の夜はハッピーでしょう。せやな。そうです。週の折り返し、そう、ここで元気チャージしてもらって。明日からが仕事辛い2日間、うん、始まるよ。始まるね。木金。俺も学校しんどかった。木金。学校な。うちの小学校は木曜が6時間やったな。しんどかった。小学校って6時間普通じゃん。いや、まあ、あの、低学年の頃。小2とかで急に6時間が出たりするやん。小1とか小2で。うわ、もう記憶がもう定かじゃないわ。ございません。いつから、うん、ございませんかも。ございません。いつから増えたかとか。そう、増えてん、めっちゃ嫌やと思う。うわ、木曜日6時間なってる、みたいな。俺、金曜日が一番しんどかって。なんで、一番楽しかったで、金曜日。え、マジで？俺、金曜あれやねん。めっちゃ悲しかった人で。なんなん？学校が楽しすぎて。うん。土日が。違うかってマジで、うん、小学校の頃休みやんとかさ、いや休みやからまあ違う遊び、一日中遊べるけどみたいな。そう、友達と遊ぶとかできるやん。まあいろいろあるじゃない、でも小学生なりに。あった？だってまあ友達と遊ぶとかも、うん、もちろんもう朝からピンポン鳴らして友達に遊びに行きましたよ。いいな小学生やな、うん、いやそう思った。今の小学生の子たちって多分携帯とかで約束するんやんな、うん、そう、ピンポンの文化ってまだあるんかなと思って。インターホンは鳴らしに行くやろ。行くんかな、まだ。え、それこそさ、今、松竹のさ、エイトとかはさ。あ、でもそんな話はせえへんな。あの頃もスマホ持ってんの？あ、持ってる子は持ってるんじゃないかな。あ、そうなんや。俺もそんながっつりは喋ったりとかしてへんけど。どうなの逆に。今の小学生の約束事情。そうそうそう。なんでそれをボーカリストに聞こうと。ボーカリスト詳しいからいろいろ。まあ、そうなんですか、今の小学生の遊びの約束とかは。どうやって、だ俺らやったらさ、そう、ピンポン押しに行ったり、あと電話帳みたいな小学校で配られたりしてさ。あったあった。もう今それないやろ。ないと思う、あのプライバシーで。そうそうそう、俺らだから全員学年中の誰でも誰の家でも電話できたわけや、うん、うん、できたできた。そうそう、それがないからな。そうそうそう、今どうなんですか。今スマホでやってんじゃないかって俺らは。そう考察してますけども。そうちゃいます。知らんな。そうちゃいますっていう意見がありましたけど。いやでもゼロじゃないやろな。まあそうやな、友達同士でなのか。でもさ、冷静に考えたらさ、うん、俺もほんま小学校の頃とかさ、うん、おかんとかそのピンポーンでさ、友達が来てくれた時に、うん、けあた何々くん来たで、うん、早く来て行きやみたいな、うん、めっちゃ楽しかったよその着替えの時間。やばいやばい。いや、わかるわかる。いや、わかる。友達待たしてるっていうあれもあるしな。そうそうそう、うんうん、でも俺が着替えたらもう遊べるわけやね。そうやな、すごい状況じゃん。すごい状況。もうその約束をしなきゃいけなくて、ちょっと大人になってしまった。なんかさ、その約束すらもちょっとなんかめんどくさいと思ってしまう時ない？あるよな。だからほんまにそれこそ5日前に約束し、うん、この日遊ぼうや時が一番ピークな時とかあったりするな、うんうんうん、いざその日来たら、うわ、これから何時にまでに準備して何時に出かけてっていうのがあーってなる時はある。あるよな、うん、だってそれでなんか向こうが、あ、ちょっとごめん今日無理だったわみたいな来たら、うんうん、あ、じゃあ準備せんでいいやみたいな、ちょっと寝れねえやみたいな時もホッとしてしまう自分もおるよな。うん、あるあるある。でも行ったら楽しいんだよね。そうそう、行くまでが。そうやね、年取れば取るほど。そうやね、あのだからなんやろな、悲しいかな、ジムとかもそうでさ。あー、はいはいはい、はい、行くまでがめんどくさいね。まありますよね、やっぱね。そう、うん、行くっていう行為が、まあ、行ったらね、もうこっちのもんなんですよ。そう、正直、うん、なんやろな、やるしかないし。年々このワクワクじゃ行くっていう行為を乗り越えれなくなってきてんね。確かにな。でもそんな俺らが今ね、このピチピチの20代のヤングでそんなん言ってたら、もう P とかボーカリストはもうよう仕事やってますね、うん、ようやってますよ。すごいよ2人とも本当に。拝まれたね。拝まれたな、ボーカリストには。いやだからそうなっていくの、うん、まあなってきてるもんな。そうやな。でもそうやんな。でも逆にその、うん、遊ぶのがちょっと希少になってくる友達とかも増えてくるじゃないですか。それこそ地元やったり、うんうんうん、そうね。っていう学生時代の仲間。社会人になってからよりね。それこそその、まあ、ここの会社の後輩先輩とか、うん、まあ、同期とかは、うんうんうん、ね、全然仕事帰りとか、うん、むしろ都合合うし。そう。え、そっちの方がなんかいいよな。そう、誘いやすくなるから、うん、その、逆にその、まあ、久々に地元の子と遊んで、うんうん、その子とかとはほんまに、6、7年ぶりとかに遊んだわけですよ。もう高校時代とか一回も遊んでいなかったから、中学以来とか遊んで、
いい意味で変わった部分といい意味で変わってなかった部分とみたいなのが織り交ぜられて、うん、なんかめっちゃエモい気持ちになりましたね。だから大事大事やねんな。いや会うってな、うん、久々の友達にな。その時は、うん、そのあれやんか、そのさっき言ったみたいに5日後理論みたいな、あーちょっといざ本番の当日が来たらちょっとそうやねん、めんどくさくなるみたいな、うん、なかったもんな、うん、あマジで俺もうなかった。あ本当一瞬やった。あそうなんや、青春やな。それはだから着替える時間が楽しくなった。もう小学生のさっき言ったあれじゃないですか、うん、それでもほんまに友達やな。なんか昨日の続きみたいな感じで喋れんのがさ、そうやんな、そういう関係性の人理想よな。そうやな、うんうんうん、でもその何だからその小学生の頃はとか、うん、どんどん減っていくよねって感じるようになった理由が一つありまして、それがですね、私が作演出を務める、あそういくんや、おいでよ南商店街という舞台が、昨日2月27日から大阪松竹座にて上演されているんですけども、されていますね、はい、ありがとうございます。初日おめでとうございます。昨日終わってね、3月31日までやってますので、うん、来月いっぱい何とぞいろんな媒体などでチェックしていただけたらなと、はいはいはい、そこで、まあ、やっぱもう基本というか、まあ、同期も出てるんですよ。同期出てくれてて、うんうん、アンビシャスの岡優里くんとか川下岳くんとか出てくれてるんですけど、うん、まあ、基本年下で、そやな、めちゃめちゃみんな生き生きしてて、おうおう、ちょ今日ご飯行こうやとかなんか喋ってたリハ終わりとか、うん、本当にあの頃の僕たちなんですよ。わかる、なんかもうな、なんなんやろな、そう、あの青、いい意味での青さは、そう、もうすごいねんな、もうそれが。で、まさかどさん、僕ちょっと感動したことありまして、まあ、佐野正也くんもなんですけど、A グループのね、うちの、マッさんもなんですけど、昨日、初日に、おいでよ南商店街来てくれました。いや、そら行きますよ、そんな。行きますよ。すごないですか？初日ですよ。いや、楽しみや。めちゃめちゃ嬉しかったのよ、普通に。うん、でも、ちょっと迷ったよ。初日に行くのは、なんか、どうなんやろう。はい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 。そう。もしかしたら、大倉くんとかも来るんじゃないかと。ああ、まあそうね。なんかプロデューサー、そう、そこに並んで俺が見るのなんか偉そうやなみたいな。いやいやいや、そんな偉そうとかそんななんもないですよ。俺が演出、脚本演出してる方が偉そうやから。それで言うたら。それはそうかもな。やろ？でもそう。缶コーヒー飲みながらやってんねやろ。そうそうそう、缶コーヒー飲みながら。ブラック飲みながら。みんな。カッコつけんね。ブラック飲みながら。微糖がいいくせに。そう。微糖がいいよ。ほんまは微糖がいいけど、ブラック飲むよ。演出モードの時は。知らんけど、そう、ほんま、どうでした？その、まあ、ネタバレとか、まあ、やっぱね、ちょっと、ここから。ああ、まあ、もちろんそうだけど。38公演。まだまだ40公演あるんで、うんうん、結構みんな頑張ってるんですけど、うん、どうでした？いや、素直におもろかったよ。嬉しい。普通に。嬉しいです、本当ありがとうございます。もう散々パル昨日、佐野ちゃんと伝えたけど。ああ、そう、ね、ほんまにおもろかった。ただ単に。いや、嬉しいですよ。何も考えんと見れて笑えて。本当。で、グッと来るとこ来て。ありがとうございます。いや、素晴らしい。いや、これぞ、小島ワールド。いや、ちょっと今の、うん、みんなに、ラジコで聞かせておきます。いや、ほんまに。そうそう。昨日ちょっと、まあ、時間の食い違いとかもあってな、みんなに直接感想みたいなのは。あ、そうそうそう、まあ、ちょっと会えなかったね。佐野ちゃんはってからは。あれやったんですけども。いや、でもほんまに良かったし、なんか、なんやろ。それこそさ、なんか、うん、稽古場の話じゃないけど、あ、はい、こんなんやったんかな、俺らもみたいな。あー、なるほど、なるほど。見ることってなかったから。そうですよね。なんか、松竹を見に行くっていうのにもちょっと慣れ出しているけど。うん、はいはいはい。そうそうそう、確かに出てた側ですか、てか出てる側のはず、そう、もうそうやね、そうやね、確かに、いや、なんかいいなと思った、そうや、ね、関西ジュニアやなっていう感じが、そうだ、今回、うん、本当に春松竹座をお借りして、こう我々関西ジュニアが、うん、こうコントというかちょっとお笑いに絞った方に、お笑いに振り切った劇をするっていうのは久々なんですよね、うんうん、多分何年かぶりで、あ、マジで、そうなんですよね、結構多分何年かぶりで、なんか今までスプパラとかなんか、あ、去年そうやな、色東西のジュニアでみんななあったり、お祭りみたいにやってて、本当のというか、その真剣な舞台をやったりしとったらしくて、うん、そう、それ自体の挑戦が久々なんですよね。おお、俺らの時は毎年のように春松竹といえばコントみたいなやらしもありましたよ、そうそうそう、夏はちゃんと芝居やって、そうそうそう、っていうのがあったんですけど、春松竹はここ数年そういうのがなくて、うん、久々のチャレンジでこう私小島健が、はい、やらせていただくっていうのでさせていただいてるんですけども、うん、やっぱ緊張するよね。だってそのあ健ちゃんが言ってた、うん、あすげえなと思ったのがさ、うん、自分が書いてるやつに自分が出てないっていうのがすごい怖いって言ってた、怖かったよ正直、衝撃とはまた違うっていうな、うん、そう、衝撃の時は俺も出させてもらってたから、何かあったらもう全部俺が責任持って何かできるみたいな思ってたけど、うん、今はもうノート持って後ろから見る確かに、そうやね、ほんまにメモ取って見てんね、はい、でもなんかわあ、いい
演出家さんやなと思ったじゃないけど、はい、誰よりも笑ってるのが、はい、いやもうほんまに楽しいんやろうな。もうリハでそんなん言ったらもう10回以上とかも多分見てるんですけども、うんうんうん、それはでもみんなのおかげというか、みんなが毎回変わったりとか、うん、良くなったり、うん、まあちょっと前の時の方が良かったりみたいな時もやっぱあるんですよ。生物やからな、その村があって、うんうんうん、でしかもやっぱもう我々ジュニアってそういうのも武器じゃないですか。そうやねんな、その乱暴さ。他にそういうタレントさんっていいもんな。いない、未完成こそが完成形というか、うんうんうん、だからこの未完成が完成に近づいていくのか何か分からないですけど、うん、こう変わっていく姿を応援したくなるというか、うん、っていうのがもう本当に今回で僕は感じて、僕は今もうみんなのファンです。いや、そう、すっごいいいこと言ってると申し訳ないけど、うん、俺はちょっと不安やで。何がですか？裏方すぎひんかって。いやいや、今年入って何がですか、はい、今年入ってから裏方すぎひんかって。いやいや、もう本当にもうみんなのこと応援したい。もうケンちゃんと生配信しかしてないやろ、仕事。表の仕事。今年ほんま俺マジか。だってそのほら、ちょっとコントの手伝いしたりとかさ、うん、ライブの、そうだわ、しょうもんライフからやってたでしょ、はい、年明けからみんなのことね、勉強させてもらって、で本書いてっていう、うん、もうパソコンと向き合ってたね。せやんな、パソコンとコーヒーやったね。せやね、パソコンとコーヒーでさ、作家業カーってやってて、いやでも楽しいというかやりがいがあるのはやっぱ稽古場に行った時やほんまこれこれってなったり、うん、うわそうやってくれるんや、じゃあ俺の本これ、うん、あかんわ、あーへー、あそういうのもするんや。もちろんもちろん、もうそんなも訂正、うんうんうん、デリートしてすぐ消し て, デリートして最近だからカタカナ使ってしまうのよ。どういうこと？これはちょっともうみんなで毎日ディスカッションした方がいいなとか。ああはいはいはい、ここデリートするとか、あれな、あの意識高い系社会人じゃないけど、そうそうそう、ちょっと使ってしまうようになるというか、トライアンドエラーやなとか。トライアンドエラーは別にそうじゃない。いやいや、なんかちょっと使ってしまうのよね。なんかこれはね、これはあれでいこうみたいな、な出てけへんわ、なんか保留みたいなやつも英語で言ったりするやん。それわからんわ。何だっけ？あ、ペンディングペンディング。ペンディング。そうそう、ペンディングは俺知らなかったから言えてないけど。そこまでは言ってなかった。でもまたじゃあ明日以降言うんかもしれんな。うん、それは保留でいこうみたいなとこ使えるで。なるほどね、ペンディング。ペンディング、ペンディング。使うかも。そんなやってて、もみんなと作る時間が毎日かけがえなく、いやいいな、いただいて、僕自身が何より一番勉強させていただいて、マジで好きな、マジで関西ジュニアのこと一番好きなんちゃ今、もうケンちゃん一番ファンやと思うわな。どの、ほんと皆さんもぜひ来てください、おいでよ南商店街。いやそう、言ってあげて、太郎も出てるよ。そう、太郎もヤンタンな、ヤンタンチーム大好き吉川太郎。そうそう、太郎の新聞一面のやつも置いてあった。置いてあったね。これ見よがしに、うん、触れへんかったけど。俺もいいって言ってんのに無理やり読ませてきたもん。もういいもういい。太郎もう毎日やってるからもういいって言って。って言って好きなくせに一枚。一番好き。一番好きって言ったらおかしいけど、一番遊んでる。やろ？うん。ご飯。マジで毎日俺やろ。太郎もうでも連絡くれるから。あ、本当？そうそう。それこそ昨日とかも連絡くれたけど、うん、まあちょっと僕が違うことを話したりとかしてたりしてっていうのであれやったけど、そう、太郎が一番遊んでる、うん、でもみんなが一番ですよ、まあ、俺もなんか一番好き。昨日だから見に行った時に太郎と久々に会ってるはずやね、うん、はいはいはい、久々のはずやねんけど話聞きすぎて久々な気がせえへんか俺からね、俺がもうずっと迎えで太郎話してるから、太郎や、太郎やと思う。そうやね、あれでも他の子とかなんかすごい新鮮な感じするけど、大きなったなとかあるけど、こいつなんもないな。あ、そうや、小事件から聞いてるからや。すぎて。でも太郎の可愛いエピソード言いましょうか。いいってもう。まあ太郎とね、こうご飯行って、もうみんな聞きたいと思います。散々聞いても、はい、小島健の太郎の可愛い話。ないねんそんな。まあ、小事件が拍手してないから。はい、太郎の子ですね、ご飯行って、うん、でいつもまあ結構僕は。まあ振り回すが、僕はここ行こうやみたいな言って、太郎はいつも来てくれてて、で俺ほんまあ、たまに心配になるんですよね、太郎これ楽しいんかなみたいな、あ太郎俺が楽しいだけかなみたいな、先輩として、うん、連れ回してますけど、うん、ってなって、太郎これごめんなみたいな、無理してないみたいな聞いた時に、太郎がいやいやいや全然楽しいですよいつも、ありがとうございますみたいな、来てくれて、まあありがとうみたいな、まあまた来月ももしよかったじゃあ俺とご飯行ってくれやって言ったら、太郎は、うん、はい、いやもう来がつくたび行きましょうみたいな、えどういう意味、うん、来週も再来週も、可愛い後輩ですよそんな言われたことあります？でもちょっとときめいてるわ。いや可愛いないですか？俺もあなんかええなと思ったけど、うん、しかもあのごつさからそれが言ってくるそのそれは可愛い後輩がそういうのがもっと可愛いんですけど、あのごつさでそれを言ってるっていう、
ギャップですよね。確かにな、可愛いな。可愛いですよ。ピュアな子やな、ほんまに。めっちゃピュアや。純朴な。みんなめっちゃピュアやね。関西ジュニアが。もう、もう語り出したらもう終わります、1時間半。いいよ。全然いいよ。いや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 。カフェインも入れたことやし。いやいや、カフェイン入れたよ、今日も。みんな。証拠りもなく入れたことやし。ああ、ちゃんと。見ました、あなた、あの、月刊ザテレビジョン4月号、はい、月刊ザテレビジョンね、はい、今お手元にありますよ。取材していただいたんでしょ、ね、ありがとうございます。ちょうどカフェイン事件の時は、そうそうそう、カフェイン事件って響き怖いな。佐野ちゃんとね、そうそうそう、見出しがね、まあ、とんでもない見出しつけられてる、うん、ええー、のって思ったけどコーヒーで気合を入れた小島が大暴走見出しがありますよね。対談の一番最初、うん、放送事故もポジティブに天下無敵のビジョンポジティブに我々受け入れると放送事故が起きてるって書かれてるね。いや素晴らしいじゃないですか。素晴らしいじゃな、それはまあまあありがたいことにさ、いろんな全国からお便りもいただいてるけどさ、はいはいはい、関西ローカル大阪から頑張ってますって言って、うん、はい、これで知ってくれた人もおるかもしれない気になるでしょう。気にはなるな。放送事故をポジティブにできるラジオ何やそれコーヒーで気合を入れた小島が大暴走、うん、コーヒーね、コーヒーよ。コーヒー飲んだらでもやっぱね、いいですね。覚醒しました。いやいや、もう今日もうバッチリですよ。バッチリですか。バッチバッチリ。あ、よかったよかった。もうバッチリですよこの時もバッチリやった。この時はただバッチリすぎたんかもね。万全すぎて、そうそう、うん、ラジオが俺のカフェインについてこられなかった。きちょいこと言ってるきちょいこと言ってるな、うん、皆さん月刊ザテレビジョンぜひチェックしてください、ね、あの写真付きで載ってますわ。小事件が服の話してるところとかもなそうそうそう、そう、あのポージング付きでやってますから。まさかどくんが大絶賛してくれたコーデですよね、これ。あれこの日やった。そうそう、この日この日。これそうそうそう、それやで。あれこれのもっと上着着てなかった。あ、上着も着てたけど。あ、そうやな、まあ、上着は脱いでるけど。あ、はいはい、あれもうず着てた時。そう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 、あ、あれかこれかっこよかった。そうそう、うん、この時よかった。ああ、この時よかった。まあちょっとなんかジュニアインスタンになんか南商店街のやつ載せててさ、うん、はいはい、小事件も載っててんけど。ああ、ほんと俺一瞬オレンジのスパブラつけてるって思ったし俺、誤解されたことないから言うけど、俺オレンジのスパブラ持ってへんごめんけど。あれってなった。マジで。マジでにはオレンジのスポブランないはず。今日着てるニットの上に着てたやつが。あ、本当。ちょっとチェックしておこう。オレンジのスポブラ。うん、なんか写真で見たらな。あ、本当。じゃあ気になる方ちょっと見てください。ただオレンジのスポブラではありません。はい、これだけは否定させてください。ごめんな。その後どんな人でもいいけど、うん、オレンジのスポブラって言われるのだけちょっと嫌、うん、ちょっと嫌かも。ごめんな。さすがに。そう思ってしまっただけやから。全然。ごめんごめん。さすがにそこまで。はい。はい、失礼しました。それは来てないので。はい。それでインスタもチェックしてください。いきますか、タイトルコール。はい。いきます。はい。丁寧に参りましょうね。タイトルコールですから。はい。OK？あ、わかりました。丁寧に行きます。MBS ヤングターン。泣いちゃうね。ありがとうございます。いただきました。いいね、ということでタイトルコールしたらすぐにアドレス紹介。変わりましたね。台本がなくなってる。小粋なトークコーナーは。びっくりした。え？これ小粋なトークコーナーあったよ。あったよな。前まであったんか。俺らから小粋を取るなよ。タイトルコールをした後に。またちょっとオープニングとは違う小粋なトークをするっていう、この BGM のバックにな、そう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 、軽快なステップで1年ぐらい、え、マイクがないという新情報が入りました。誰がなくしたん。さすがにこれは嘘やな。そうやんな、1年前は 1年は持ったやろ。え、今年入ってかな、うん、そう、いや絶対絶対持ったやんな。これはちょっとなんかあれですね、学校でいうお昼休みが取られたというか。産まないで。まるで。産まない。まるで学校で言うお昼休みが取られたというか。もうユーモア出し切ったんじゃん、先月。出し切った。すぐ掃除の時間に行くみたいな感じですけども。じゃあ、もうアドレス紹介参りましょうかね。うん。まあ、その分、こっから喋っていきましょう。そうですね。うん、ハッピートデイで。カフェインも入れたことですし。そう、いや、その、そんな変わらんから。いや、その、見出しでも。カフェインってすごかったみたいやんからさ。ですよ。変わった、そんなに。何分喋ったのオープニングその時は。いや、そんな喋ってない、そんな喋ってない。30分。そんな喋ってない。そんな喋ってない。30分。なんか、え、そんな喋、え、なんか30記録何本だったっけ。佐野ちゃんとすごい喋った時あったんですよね。ね、40分か。40分喋った時か。え、それはどうしたん、その後。全部巻いた。全部巻いた。全部巻いたんか。簡単、簡単でしょ。簡単よ。いや、それはオープニング伸ばしたら、それは全部巻くでしょ。何を疑問に思ってるんですか。そこはたっぷりやればわけないから。はい、すいません、すいません。だから、大発見のコーナーとか、うん、2通とかで終わりました。ええー、
かわいそうにいっぱい送ってくれてるのに。かわいそうかもしれへんけど、うん、オープニング楽しんでくれたら嬉しいかなって気持ちも。まあまあまあ、そこでプランが前になってなかったらな。そう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 、もう結局は全部プラスで終われたらいいなと、はい、そうプラスで終われたかなって俺は思ってますけども、うん、まあでも本当に呼んでいきますので、しかも今日は私小島健が花粉担当でしょ、担当ですよ。だから早呼んでほしいじゃん。だから早呼んでほしい。何を皆さんドタバタしてるんですか、うん、スタッフにも何回も言われました、うん、本番前に大丈夫みたいな、何が大丈夫なんですか、うん、何が不安に思ってるんですかと。俺が花粉だぞ。度重なる放送事故や。度重なる放送事故。その初めて聞いた、そんなパワーは。度重なる放送事故じゃない。何やそのパンチライン。2分早く終わってみたり。3分ね。3分。29分のところ26分で終わった。超えてくんだってお前。ミスで。6と9は間違いやすい。ちゃんとだから、6と9とかでもさ、トランプとかウノとかでもある。棒横線をね、うん、上に引くっていう。下にね、それでトランプは上下ひっくり返る可能性があるから聞いてんねん。そうそうそう、いや、そういうのをしっかり。台本ひっくり返る可能性はないねん。あるんですよ、うちの番組は。それにごまかされて僕は放送事故を起こしてしまったわけですよ。うん、ね、人のせいにする。人のせいにしてないです。ほんま。いつも皆さん頑張ってくれてるの分かります。一緒に頑張っていきましょう。ということで、お前が踏みにじってんねん。アドレス紹介参りたいと思います。もう僕の前に BGM が終わりましたから。ほんまや。ずっと無言で喋ってないよ、これ。急に寂しくなった。ね、うん、切ないですね、皆さん。切ないですね。はい。もういい？アドレス紹介すんで。もういいよ、呼んでよ。じゃあ、アドレス紹介したいと思います。番組の感想をたくさん送ってください。はい、メールアドレスは ys@mbs1179.com。X はハッシュタグ、A やんたんで、よろしくお願いします。おね、よろしくお願いします。では、この後11時30分までお付き合いください。今日あった嬉しかったこと。さらっと行くな。楽しかった。さらっと行くな。やらしといて。俺リチャ君ちゃうねん。いつもリチャ君だけのやつやねん。これリチャードのね、ハッピートゥデイがありますけども。うん、でもどうですか。才能ありましたよね、結構。笑ってるやんみんな。え、うまかったと思うで俺。あ、マジで。え、結構良かったと思う。ありがとうありがとう。ほんまリチャ君と一緒ぐらい遜色なかったですよ。あ、ま、今後もぜひ続けていってください。大丈夫大丈夫大丈夫。いい。いい。うまかったからやりたいとかもないし別に。結構乗り気やったからちょっとやってやんって。やりきってみただけ。あ、本当。めちゃめちゃ良かった。ありがとうございます。ぜひぜひ。いずれまたやってくださいということで、多分、今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどメールでいただきました。ハッピートゥデイのコーナーよ。では早速読んでいきたいと思います。ヨロピック茨城県北相馬郡ラジオネームマナさんからいただきました。今日担当の二人こんばんは。さわっさ、私は今日おいでよ南商店街を感激しに日帰りで弾丸旅行に来ています。おー、ありがとう。すごい。さっき正門さんの友人と会って串カツを食べて、道頓堀周辺を歩いていたらすれ違ったおばちゃんに、姉ちゃん可愛い顔してんな、羨ましいわと急に話しかけられました。大阪やな。さすが大阪、コミュ力が違う。でもおばちゃんのおかげで自己肯定感が上がり、最高の状態で最高な小島くんが演出して最高な関西ジュニアたちの最高な舞台を見に行けそうです。ありがとう。ちなみに私は小島吉川のコンビが大好きなので、小島くんの演出がかかった吉川くんを見るのをとても楽しみにしています。待ってろ吉川太郎ってことで、ありがとうございます。マナさん来てくださったんだね。茨城県からね、来ていただきましたよ。一緒に来ていましたよ、今日も。小島吉川コンビが大好きやん。もうさっき言ったよね。なんてつけたらいいんでしょう、そのコンビ名的な。我々で言う、まさかと小島だと、もうビバって言うんですけども。ね、吉川、小島。どっちが先に来たい？小島、吉川やけど、お便りやったら。あー、なるほどね。もう全然そんなないないね。先輩やからとか、そんなはない。もうそんなないですよ。吉川、小島。太郎。太郎の小島。ケンタロウとかだろ。ケンタロウ、ええやん。ケンタロウ。ケンタロウ。あ、なんか言ってますよ。P が。P。小次太郎。ああ、どうですか？却下で。却下で。却下で。でも、入ってきたってことは自信があったと思うんだ、これ。声飛ばしてきたもんな、今。そう。普通に会話入ってきた。びっくりした。なんで入ってくるんだ、おかしいやろ。冷静に考えたら。可愛いって思ってん。おじさんアンテナ反応してん、可愛いって。よほど、なんか変わったやつと送るのかなと。小次太郎。でしたね。小次太郎でいいんじゃないですか、じゃあ。あ、じゃあ小次太郎。P が命名。P 命名の。はい。いずれ MBS の社長になる男ですから。吉川太郎か。P が。あ、P が。はい、ああ、そうか、びっくりした。いずれ MBS の社長になる男が命名してくれた小次太郎って俺ら言えますから。そうやな。そうそう。うん。
じゃあ、こじ太郎いただきます。こじ太郎、ありがとうございます。ありがとうございます。こじ太郎でいきますので、ありがとうございます。こじ太郎、表記は？表記は？逆に。カタカナ？カタ？カタカナでこじ太郎？伸ばす棒も。こじ太郎。こじ太郎ってこと？うわぁ。絶対社長になってくれよ。責任取ってくれよ。こじ太郎カタカ、皆さん、こじ太郎カタカナで、ロー太郎伸ばし棒らしいですわ。そうやな、これ太郎がどう思うかやね、聞いて。いや、もう大丈夫ですよ。大丈夫か。太郎はそういうのこだわりないですから。よかったよかった。いや、でも、美味しいお話をしてくださって、ね、ありがとうございます。最高の吉川太郎が今日見れたんじゃないですか、いや、マラソン。もう最高でしたよ、あいつは今日も。ね、みんな最高でした、うん、そう、よかったよかった、 よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、素敵な思い出をまたチェックしてください、ありがとうございます。ではネクストネクスト参りたいと思います。岩手県久慈市、ラジオネームアンナさんからいただきました。アンナさん、アンナ、はい、 A グループのお二人こんばんは。でもやってわけちゃう。思いついたこと全部アンナ、はい、何やねんそれ。 A グループのお二人こんばんは。こんばんは。アンハッピートゥデイです。あ、どうしたんや。おとついの大雪で、道路状況が悪く、職場までいつもの倍の時間をかけて無事にたどり着きました。家の方は昨日から停電が続いています、うん、今は仕事の昼休みですがまだ続いているようです。今日の朝は電波も悪くて復旧できなかったとしても電波が悪いとヤンタンは聞けないです、電気がないと何もできないなと痛感しました。早くこの状況が少しでも良くなればいいなと思います。ありがとうございます。雪って電波も影響出んのっていうことやな。もうやっぱ全部止まるんやろうな。あ、どこの方やったっけ。岩手県、岩手県か。そうか、僕らも大阪やからね、その雪が積もるみたいなのは逆にないですからね。ないないない。関西でも山の方行かないと。そうやな。そう、雪ってなかなか見られへんから。確かに。そうか、無事これが聞けてるといいね。そうやな。うん、このラジコとかでもうね、うん、聞いてくれたら嬉しいんですけど、僕たちとしては何よりはもう無事を願っておりますので。暖かくしてほしいですし、うん、あの雪かきとかその除雪作業も結構危なかったりするっていうじゃないですか、ね、大変やろ、力仕事やもんね結構。そうやで、まあ、慣れてらっしゃると思いますけども。そうそう、そうそう、あの今一度気をつけてお過ごしください、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。はい、楽しんでください。 NEXT NEXT ラジオネームメバチコさんからいただいてました。シンプルだな。千葉県の方です。千葉県のメバチコ、京担当の A の2人こんばんは。っしょい、わっしょい。今朝通勤電車の中で、うん、ふと見上げると目の前に立っていた男子高校生の顔が血だらけでびっくりしました。怖い。がよく見ると鼻血が出てしまったようでした、うん、慌ててティッシュを渡して席を譲って座らせました。優しい。幸い鼻血はすぐに止まったようで、うん、男子高校生もお世話になりましたと90度お辞儀をして下車していきました、うん、いい子やな。遠い昔憧れの先輩と帰った時に先輩が鼻血を出して私はティッシュを持っていなくてレディーじゃないねと言われ撃沈して以来何が何でもティッシュを持ち歩いていたので有事に事なきを得ました。レディーってあの時の先輩、私ちゃんと成長しましたよ。自分を褒めたい朝でした。でもスーパーレディー優しいな、メバチコさんな。ね、ちゃんとあの時の先輩成長しましたよって言えるの素晴らしくない。確かにね。何クソじゃないのがいいよ。そうやな、うん、でちゃんとそっから持ち歩くようにしてて、いざ実際こういう状況にね、ね、なったっていうのすごいですよ。そう、男子高校生もエコでよかったな。本当に。確かにね、鼻血やな、出る子は。しかもこの季節花粉とかなってきたらね。そうやね、余計ね、もう鼻かんでプランってやってる時に血入れてる時あるからな、たまに噛みすぎて。リアルな話すんなもんね。あるやろ。リアルやな。めちゃめちゃ想像つくわ。せやろ、マッサンが俺が。いや、花粉症の人みんな一回はあると思う。まあ、みんな一回はありますよ。僕ほんまに。でもそれこそ僕思い出しましたけど今、うん、僕も結構ね鼻かむ体質なんで、 鼻水とかよく出る、うん、出てたんで、ステージ上で鼻にティッシュ突っ込みながらコントコーナーやったりしましたからね。僕マジで、うん、やってたっけ、うん、今それやったらやめときって言うけど、うん、やってましたね。何のカミングアウトやねん。フランケンの格好して。あ、え、フランケンの格好してた時。フランケンの格好してた時、まだ A グループができる前ですね。あれ何の時やっけ。あのクリスマスの時のコントみたいなやった時にサンタチーム、なにわ男子サンタチームと俺たち寄せ集めサンタチームみたいな、悪のサンタ的な、黒いサンタ的なみたいなやってた時に、ああ、そうや、わやってたな。そうそうそう、実はというか、だからできるだけ隠れてたんですよ。でもまあ大きいからやっぱ、うん、僕も体ももう普通に見えるわけ。頭にネジ刺さってるし。そうそうそう。で抜かれた時にパーンで鼻からティッシュ詰めてて、もう逆に分かりやすく詰めたらよかったのに、フランケンやったら。ああ、なるほどね。うん、もうフランケンのキャラとして、そう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 、それも一緒だよってなるか。
ならんやろ。ならん。俺明暗やと思ってんけど。明暗ちゃうわ。降ってきたと思ったけど。そうそう、しかもその時その松竹座でやらせていただいてたの、うん、ビジョンもあったから。そうやねな。バーン抜かれてカメラで。鼻にティッシュ詰めた小島健吾。でもしかも恥ずかしい、なぜか堂々してたんですよ。いいやん。いや、まあ、いいことなんですけど、それはな、うんうん、そういう甘酸っぱいエピソードを思い出しました、ね、甘酸っぱくはないよね。甘酸っぱいですね。その味です。ただまだ10代の頃でした、ね、いやそうね、本当お鼻周りはちょっとこれから気をつけてください。みんなティッシュ間違えた方がいいですよ。いや、いい、本当に絶対やった方がいい。いつなるか分からんらしいから。そうやで、俺 2,3 年前からやから。やろう、新参者ですよ。そうやな、学生時代、その昔からとかそんな関係ないですからね。ない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 。今年急になるかもしれないんで。そうやで、本当に。でも今年はちょっと少なくはないから、例年通りぐらい。でもちょっと来てるな。俺今日か昨日とかな、起きた時に目が開かんくてめっちゃ乾いてる。まだ目だけやわ。一緒やだから、一緒のペースやな。なこれからピークだって2月末からぐらいかな。3月か、まあ、2月3入るけど、もうやろな。もう暖かくなってきたら、そうそう、もうすぐやね。もう一発やんな。マジで怖いけど、対処していいかな。備えようぜ、みんな。備えましょう、皆さん。ティッシュ持ち歩こう。そう、本当にもそれが一番です。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いてはですね、埼玉県秩父市のちゃんちゃかはるちゃんパンゴンからいただきましたね。ご機嫌やね。絶対ハッピートデイや、うん、ハッピーじゃないやつ、はい、そんな名前つけられへん。なんと絶対ハッピートデイや。私は今高校2年生です。お、数学がとてつもなく苦手で特に数学 B が苦手なんですけど、2学期中間12点、期末4点、うわ、平均すると8点という、うわ、怒る気も失せる点数を叩き出しました。かっこ100点満点のテストですね。あ、さて、明日は3学期末の数学のテストが返ってくるんです。もうドキドキワクワクで寝れないです。ワクワクすんな。やっぱ悟空や。強い敵が現れば、あれなるほどワクワクする。少年漫画の気持ち持ってる。早く明日になんないかなって思ってます。なんでなん。なんで。果たして私は3年生になれるのでしょうか。なんやこれ。結局何トゥデイなんですか。ちゃんちゃかはるちゃんパンゴン、いやもうハッピーでしょこれ。楽しみにしてる。お二人は最近ドキドキしたことありますか。ここまでドキドキすることはなかなかないんじゃない。そやな、だって進学がかかってるっていうのは。そうですよ、でかいですよ。平均8点ですからね、2年生でも。まあ俺の友達も0点取ってた子いたんですよ、本当に。全部書いて全部書いて、諦めず、そう、名前も書いて、全部0点書いて、うん、全部書いて、そう、名前もしっかり書いて、うん、しっかり証明みたいな。あるな、数学の頃、うん、まあ難しい。でも結構文字いっぱい書いて、うん、でも文字ってかちょっとあいつは部分点みたいなのがあるんですけど、あるね。そいつびっしり埋め尽くして0点だった。何のワードもかすらんかった。何のワードもかすらんかった。あ、すごいな。三角すらなくて、そうそう、みたいな。でもそいつは無事3年生になって、うん、俺らと一緒に卒業しました。あ、よかったよかった、はい、ポジティブにいこうぜ。そうそう、だからもうドキドキワクワク、うん、このメンタルがあったら大丈夫。大丈夫だよ、ちゃんパンゴンは。そうそう、大丈夫だと思います。文系頑張ろ。確かにな。リスは捨てよ。これリス行きたいですとか言ったらまたちょっと話変わってきますけど。そうやな、それちょっと俺ら説得しに行くわ。考えなさい。カルちゃんパンゴンに。そうそうそう、そうですか。まさかろさん、ドキドキしたこと。ドキドキしたことを、ここ最近ですか。ここ最近なんかあったりしますか。俺パーマ当てたのよ。ああそうだ、仕上がりはすっごいドキドキした。パーマン、パーマン、パーマン1号ね。やめて、昔のアニメのやつにしないで。でもなんかあれよね、かっこいいですよね。似合ってますよね。せやろ、なんか写真とかね、皆さん X とか見てくださって分かるんですけど、ああ、え、似合ってますよね。どう、あれどう、え、じゃあもう正直ちょっとマッサン目つぶって。なんでなんで、ちょっと俺なんでなんで、アンケートするわ。俺今一番ドキドキしてるよ。何言われたら。マッサン目つぶって、マッサン目つぶって。大丈夫。はい、じゃあスタッフさんの中で、今5人いますけども、まさかどがパーマ当ててよかったと思う人手を挙げてください。はいはい、で、うん、ちょっと前の方が良かったんちゃうかなと思う人、手を挙げてください。お、どっちや。2回手挙げてる人がいる。そっち側ね、はい、5人でそのリアクションを下ろしてください。ありがとうございます。まさかさん目を挙げてください、はい。まあ、2と3ですわ。どっちが。いや、それは言わないですけど。どっちが。言わないですけど、2と3でしたわ。お、半々やないか。どっちにしろでもそれ。はい。2と3で、まあ、過半数どっちかでした。過半数どっちか。うん。あ、でも1人は、いいですねって言ってくれた。おお。なるほど。マネージャーさん座ってるじゃん。マネージャーさんは、いいって言ってくれた。うん、なるほど、なるほど。はいはい。確かにマネージャーは、じゃあ、いい方に入れました。うん。おいおい、 あとはもう言わないよ、バレるからね。おい、2と3でしたね。ってなったら1対3の可能性があるやないか。マネージャーさんはもう身内やから。あ、そうかそうかそうか。なるほど、ね、いるかもしらんけど。あ、確かに、まあいいっていう方になったから。
そうそうそう、スタ対スタッフってなった時にでも1対3の可能性があるよ。そうそうそう、でもやっぱまああれやな、ツンツン頭くんはパーマに憧れてるのかも、もしかしたら、うん、おお、そうそうそう、もしかしたら、あ、その憧れで言ったらじゃあ自分がツンツンだから、自分常に宿毛矯正を当ててます、うんうん、当ててツンツン頭くんはねツンツンにしてますけども、憧れ票で言ったらじゃあ2ポイントはあるわ。そう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 、よう分かったよかそうそうそうよし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 、2ポイントあるよ、よし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 、よう分かったよ、よかったよかった、半々ってなったらまだメンタル保てるわ。そうそう、よかったよかった、半々え、ツンツン頭くんだけでしょ憧れ票。あ、えだって、いや、もう一回は入ってる。FP? 憧れ。ジェイソン・ステイサム・ヘアの。憧れ、憧れ。ジェイソン・ヘアの。ジェイソン・ステイサム。まあ、ジェイソン・ステイサム・ヘアの人はちなみに言うと、別に憧れてはないっぽいね。憧れてはないパーマに、うん。あ、そうですか、そうですか。ジェイソン・ステイサム・ヘアのあの、P は、うん、まあ、いずれ社長になろうとかね。は、あの、ちょ、微妙多いって。微妙多い。参考出てきてたね。P、ジェイソン・ステイサム・ヘア。ジェイソン・ステイサム・ヘア。いずれ、まあ、いずれ社長になる男の、である P は、ちなみに、まあ、前の方が良かったんじゃない？あ、そうですか。本にも入れてくれてたな。ありがとうございます。てか、あと二人は言わないです、僕は。もう言わんとこ。俺も知りたくないから。ニートさんやけど、でも、うん。なんかめちゃ、ツンツン頭くん、なんですか、大声で、大声でなんか言ってました、珍しく。もう答えめっちゃ言ってます。いやいや、もう僕はこれ以上何も言わないですけど、でも、うん、それで言ったら、うん、僕は似合ってる側に一票。ありがとう。うん、なんかマッサンここ最近結構さ、髪型、まあちょっとセンターっぽい64分けとかしてるイメージが多かったんで、でもここでちょっとパーマにしてくるっていう、何アグレッシブな姿勢すごい大好きです。あ、ありがとうございます。はい、そうで似合ってるし、うん、なんかセットしてへん時もかっこいいんですよ。マジで、うん、なんかふわふわしてる時、うん、俺あれ鬱陶しいねんな。あ、そうなんや。そうそうそう、まあ、長そう、まあちょっと長いっちゃ長いもんな、マッサンとしては。そうやねん、そうやねん、ボリュームもあるし。持ってますよ、自信持って。よかったよかった、頑張って。あれ、大丈夫、そんな励まされたら励まされるほど似合ってないんかなって思うよ。いやいや、そんな何も言わんけど、その、私も、何か言え。いや、私もその頑張ってほしいと思ってるから。頑張ってますから、大丈夫です。そうそう、似合ってますよ。ただドキドキしたの、ヴィンセントの件があったからさ。そうそうそう。あのパーマが、でーそう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 。まあ、あれは役柄もありましたしね、そうそう、うん、あ、まあまあまあ、ええ感じになってよかったって。めっちゃいい感じですよ、今。なんかちょっと憧れ、俺もパーマ当てたくなりますよ。当ててやん、初代パーマキャラやん。そうやで。な、今、佐野ちゃんになってますけど、そうそうそう、初代。まあ、今は俺やけどね。あ、そうなんや。佐野ちゃん越した越した越した。あ、マジか。まあ、それで言ったらゼロ代目っていうか。うん。元祖はリチャードさんですからね。パーマというか。確かにな。あの髪型でずっと。そうやな。そうそう、今結んだりしてますけど、昔は短髪で。うん、確かにって感じで、かっこよかったね、かっこいい感じだったんで、うん、だから結構パーマ引き継がれていったんですね、今。じゃあ残るは末君か。あとは末さんがいつパーマするか。したやな。もう結構残ってるパーマは減ってきましたよ、いろんな。ツイストスパイラルとかいろいろみんなやったりして、うんうん、ウェーブとかやったりした上で、うんうん、何パーマが残ってるんでしょうか、末田さん。この会話おもろいかな。いやいや、何のパーマが残ってるか、ないかじゃないね、大丈夫。楽しい、喋るか喋らんか。そうやけど、できるできんちゃうねみたいに言うなよ。パンチパーマしか残ってないんじゃないでしょうか、須田さんは。いいね、はい。パンチパーマ決定ということで、交互期待やね。交互期待、交互期待しましょう。次のヤンタン出る時の須田さんの X の写真、うん、交互期待。ドキドキするな。ありがとうございます。頑張って、試験ね、応援してるよ。はるちゃんパンゴン進級してよ。一緒に進級したらまたメールちょうだい。ありがとうね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますか、ハッピーツレイ大賞。ハッピーツレイ大賞行く？もう読まへんの？うん、まあ時間ですよ。大丈夫？あ、大丈夫。うん、俺がアフや。 ありがとうございます。俺が責任持つよ。じゃあ行きましょうか、うん、じゃあ兵庫県三田市、ペンネームポンさん。ポンさん、ありがとうございました。 A の二人こんばんは。こんばんは。今日職場で大きめの飲み会があります。いいですね。コロナ禍でずっと開催されていなかったので初めて出席するのですが、ホテルの宴会場でやるのでいつもとは少し小綺麗な格好をしていかないと慣れな、すごいな、いけなくて、はいはい、慣れないパンプスを履いて出勤するのもいつも以上にバタバタでした、はい、午後8時半には終わるのでホテルの美味しいご飯をいっぱい食べてヤンタンに備えようと思います、うん、A の皆さん、5周年記念にみんなでご飯行ったりしましたか？あ、なるほど。5周年記念、飯は行ってないな。行ってないな。あ、5人では行ってないな。でもなんかそれこそ5周年の日に配信、うん、あ、そうそうそう、やったじゃない。うん、で、あのスタッフさんとかそれこそ大倉くんとか横山くんもいらっしゃって、うん、みんなで打ち上げみたいなのしたね。なんかそれも、うん、まあ僕ら自身もね、うん、そのコロナ禍とかいろいろあってその打ち上げみたいな文化があんまし経験できてない、なかったな、ね、うん、
グループなんですけども、うん、久々にしましたね、ああいう形で。そうやな、楽しかったな。楽しかった。結構飲んだね。飲んだね包み隠さんけどね、うん、でもなんか、そう、あのドームも発表できたじゃん。そうね、そうそうそう、うん、あれの高揚感もあって、あ、一つ無事な。そうね、今年初めての A の、うんうん、大きい仕事っていうか、僕らいるって言いますねっていうな。そうそう、それが終わった高揚感とエモさとで、でね、何より一番、うん、その場を楽しんでくださってたのがやっぱ先輩である横山と大倉君がすごいずっと喋って な嬉しかったな。めっちゃ楽しかったな。久々やったよ、なんかあの感じ。なんかマジでグループ組み立てぐらいの時の感じだったよ な熱量的に な。そうそうそう、それぐらい。あれは楽しかったね。なんか、うん、そのそれこそ5年前の舞台やった時の話とかもしたりしたな。のは逆に飲んでないとできひんような話とかもしたし、熱い話もしたよ。あ、そう、したしたした。もう後輩は全部覚えてますから。あ、そうかそうかそうか、うん、まあ、ちょっと大倉君だと遠かったから。ああ、そうかそうか、ちょっと奇跡的にもあってる、うん、一言一句全部覚えてますよ。すげえな。いや、もう嬉しいから。ああ嬉しい話で、まあ、まあ今はまだ言う時じゃないんかなと思うから、俺は今はその時に話した話はいませんけど、今後絶対するから心に留めといて。今ちょっと心に留めといて話したいけど、後でこっそり俺にだけ教えて。いやいやいや、嫌なんや。今じゃない。あ、嫌なんや。今じゃない。今じゃない。わかりました。今じゃない。わかりました。俺が今じゃない。マッサンが今じゃない。そうかそうか。うん、まあ、また5人だけでも行きましょうよ。そうね。ほんまに5周年記念っていうのは行きたいですね。ね、うん、そうそう。喋りましょう。軽く乾杯だけでもいいしね。軽く乾杯だけで済むのか。果たしてあなたがね、うん。俺か。楽しく喋りましょう、みんな。そうね。ありがとうございます。あざす。さ。え？ペケが出たよ。オッケー。スタッフチームから。これさ、俺ちょっと一個聞きたいことがあって、これいつも僕は、うん、ハッピートゥデイとかそういうことこう呼んでる時に、うんうん、こう耳中で、うん、あ、もうオッケーですよとか来るわけ。もうオッケーですよっていうのが来るんですけど、まさにそれ来る前に、もう自分で時間来たら、あの途中でハッピートゥデイを閉めたりしてるの。うん、やし、基本的にはそこまでには全部読み終わってる。なるほどなるほど。あ、ね、そうなんだ。うん、もういいよっていうので俺はいつももういいのかな、うん、そう、あの、うん、じゃないと進まへんから。ちゃなるほどね。ちゃんと人によって変えてんね。せかされてんだ。偉いね。あ、僕だけだけ。本当？うんうん。あ、他の人はもうアイコンタクトとか。はいはいはい。なるほど。小島くんは何もせずに突き進む。その姿勢がいいって言ってる。そんな言い方するから前向きになんね、この人。なるほど。俺はこれからもじゃあ時間見ろバカって言えばいい。俺は何も見ず、わかりました。もう俺仕事しろタコって言えばいい。次俺のカフの回時計なしで行きましょう。このブース内に任せてください。あの事故る事故る。いや、もう3台やってるんです。もう体内時計バッチリです。あと3台ぐらい置いてください、小島の前にだけ。目覚まし時計みたいなね。アナログとデジタルとアナログみたいな鳴らしてくれたらね。いいんですけど、本番気になってしゃあないやろ。5分前とかっていう会話でまた伸びていってるし。そうそうそう、脱線してまうねんな。ハッピーツデー大賞やで。ハッピーツデー大賞。じゃあこれはもう久々やで俺が選ぶの。じゃあ渡そうか。今日オッケー。呼んだこっち側ね。うわー、どうしよっかな、はい、みんなドキドキしてんちゃう。いっぱいあったよ、いいことも悪いことも、うん、小島健が今日何を選ぶのか。誰の元にステッカーが渡るのか。ねえ、バチコさん、マナさん、ポンさん、ちゃんちゃかはるちゃん、パンゴンさん、アンナさん。ちゃんちゃか。オッケー、決まった。君に決めた。誰だ今日のハッピーツデイ大賞は。お、ドルルルルブーン、ちゃんちゃかはるちゃん、パンゴン。ちゃんちゃかはるちゃんパンゴン。ちゃんちゃかはるちゃんパンゴン。よかった。いや、もうちょこのもう今日はハッピートゥデイ大賞あげます。ハッピートゥデイ大賞にしてください、明日。そうね、もう明日になんないかな。俺こんなウブな高校2年生久々に聞いた、こんなエピソード。ウブなのか開き直ってるのか。いやいや、開き直ってない。ウブか。戦いに行ってんねん明日。明日戦いに行くねん。私は、私はハッピーツデイ大賞をもらった、うん。そういう意識で明日学校に行ってほしい。なるほどな。何かが決壊するから。あかんやないか。あかんやないか。いい方に決壊します。うん、ちゃんちゃかはるちゃんパンゴン、またメール送ってください。3年生になれたら。
そうね、慣れなかったら送ってこない。慣れなかったらもうね、僕らなんともごめんなさい、声かけできません。大丈夫、慣れるから。大丈夫大丈夫大丈夫、明日は堂々が来てください。ありがとうございました、ね。はい、ということで、ハッピーツデイ、大賞なのでステッカー1枚をちゃんちゃかはるちゃん番号にプレゼントいたします。はい、このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなど、お話をメールでお寄せください。はい、以上ハッピーツデイのコーナーでした。よいつもヤンタンレイディアン操作 MBS It's a happy today。 MBS テレビ主催美少女戦士セーラームーンミュージアム、世代を超えて愛される美少女戦士セーラームーン、作品誕生からの軌跡をたどるセーラームーンミュージアムが4月19日から6月2日まで開催。会場はナンバパークスミュージアム、詳しくはセーラームーンミュージアムで検索。MBS ラジオは緊急地震速報を運用しています。緊急地震速報は通常の放送を中断してお知らせするため、リスナーの方に強い衝撃を与えることになります。特に高速道路などを走行中のドライバーがこれに驚いて急ブレーキをかけたり、トンネルや橋で急加速したりすることにより接触事故などの二次災害が起きる危険性があります。これを避けるため、後ろを確認しながらハザードランプをつけ、ゆっくりスピードを落として左側に止められる状況にあるときは止めるという心得を理解し実践することが必要です。緊急地震速報を正しく理解して被害を少しでも減らしましょう。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。え、知らんかった、大発見のコーナー。わ、全然音鳴ってない、全然音鳴ってないの。いや、新しい音では新しい音要因である。何これ、おもちゃピコピコハンマーみたいな。ピコピコハンマーがね、鳴らしてるんですけど鈍い。これどうやったの。あ、これちょっと鳴ってね、こんな感じなんかな。あ、壊れた。あ、ちょ、直った直った。それすごいで。はい、シャボン玉にもなんねんで。やってみますか。やってみましょう。早速やってみましょう。ちなみに、ボーカリストはこれを渡してきた時、服がびしょびしょでした。もしかしてやりましたって言ったら垂れましたって。年を取るといろいろ垂れるんですよっていう。なんか深いような浅いようなことに。浅いよ、はい、部屋を出ていきましたけども。それでは、一回試してみたいと思います。抜刀。お、何これ、何それ。こっちか。あ、こっちですね。いきます。写真撮らなくて大丈夫。シャッターチャンス。 SNS X チャンスじゃない。県のシャッターチャンス。しぶしぶスタッフが県のシャッターチャンスは3日に1度ある。日今日でよかったな。いきます。うわー、壊れた。もう2箇所壊したやん。2箇所できねえや。スティックの部分と中持ち手の部分が割れた、割れちゃった。スティックの部分が中に入って、これはどうしようもねえや。 あれか、なんかちょっと細い棒の先っちょに、そうそうそう、持ち手があるんですけど、うん、持ち手とそのスティックの部分が取れちゃって、ボーカリストが直してくれてる間に、まさかろさん説明お願いします。いきますか。はい、ということで大発見のコーナーでございます、はい。このコーナーはまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知ってほしいいろんなことをリスナーさんから教えてもらうコーナーです、はい。それが大発見なのか中発見なのか、はたまた小発見なのか、僕たちが判定いたします、はい。メンバー2人ともが大発見の札を出したら番組ステッカー1枚プレゼントということで、今回ちょっとね、こじけんが好きそうな、さすがボーカリスト、大発見、さすがボーカリスト、選んでくれてます。エリ好みを、そうそうそう、はい、いい感じになってますんで楽しみにしておいてください。お願いします。それでは早速参りましょう、はい。大阪市福島区ラジオネームリンゴいちご姫さんからいただきました。お、どっち。フィラは学校の体操服も扱っている。なるほどなるほど。フィラさん、はい、我々あのアンバサダーを務めさせていただいております、はい、フィラさんでございますが、はい、学校指定の体操服も作っているということは知っていますか。ほう、なんと私の中学校がそうでした。うーん、枚方市の公立学校なのですが、私が入学するときに体操服のデザインが変わりました。胸元や袖にロゴが入っていて、背中に英語で中学校の名前が書いてある可愛いデザインになっています。先輩の体操服は無地の紺色でダサいなと思っていたので、すごく嬉しかった記憶が、うん、A さんきっかけで思い出し懐かしくなりました。へー、ということでいただきました。めっちゃおしゃれですね。
ね、フィラさんのやつ、写真もいただいております。見たい見たい。こんな体操服らしいです。はあ、うわ、めっちゃおしゃれやん。かっちょいよね。ね、シュッとしてる。すごいな、なるほど、ね。黒地に白のラインの。フィラさんっぽいというか。で、ハーフジップですよ。おしゃれ、ハーフジップめっちゃおしゃれやからな。ハーフジップを開けて、その中からシャツを見せるみたいな。ね、そういうファッションが好きです。はい、あ、いいですね。さすが服の話になると熱が入りますね。ほう、なるほど。そういう意味ですか、今回の私、対策の大発見と。あ、これはまだです。あ、これまだ、あ、これはまだです。すごいね。こういうとこもありますけど。でも、ビビっときましたよ。よかったです。ではでは、はい。いきますか、判定。はい、決まりました？うん、決まったよ。さあ、それでは参りましょう。はい、せーの。大発見！おー、俺大発見ですよ。まさかるさんは？中発見。おお、なぜ？なんか、その時に小事件がおったかわからんけど、はい、それこそ一番最初お世話になるってなった時に、はい、この話してはってんな。したした。いや、ケンちゃんがおったかわからんでも。いや、わからんけど、した気するな。何人かで喋ってたから。なあなあ。そうそうそう。うん、で、俺は知ってたのよ。あ、わかるわかる。そうそうそう。うん、でも、実物見たことなかったし。ああ、うん、俺も俺も。そうそう。なんでそんな気使ってる感じがした。俺もそれで大発見にしたって感じかな。実物の写真見て。あ、ね。そう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 。うんうん、で、ロゴも入ってて可愛いね。ご存じ上げてましたよ。存じ上げてますね。もちろん、もちろん。別にそんなあれじゃないですよ。攻めてるつもりはないですよ。いやいや、もちろん存じ上げてましたよ、皆さん。はい。これからも末永くよろしくお願いします。ね、アンバサダーなめんなよって話ですよね。そうですよ、本当にそうですよ。で、これね、ベンデラ大吾、うん。割れてますね。これ。あの、回してポンポンってなる。そうそうそう。割れてますね。うんじゃなくて。うんってなってる。いや、見えぬ？これ見えぬ？一寸帽子が穴だらけになってるよ、うん。めちゃめちゃ割れてるんですけど、これ見えぬ？あーって言ってる。いつからですか？これ白状してください。いつから破れてるんですか？これ。先週から。変えましょう。早急に。てか、要はそんな紙のやつをこんな金物の中に入れとったよ。確かにな。破れてる。それベルとかのあったらそれは破れるわな。うん、扱いの問題です。なるほど。じゃあ、惜しいですね。はい、惜しい。リンゴ一味ご姫さんもね、素晴らしい、いい情報ありがとうございました。そうなんですね。ありがとうございます。ね、またちょっと夏のコレクションのやつもね、発表になりましたから。めちゃめちゃ漏れてると思うし、僕たちも。お洋服も可愛いので、皆さん、ぜひともチェックしてください。はい、いい感じになっております。さあ、続いて、これケンちゃん好きよ。大阪市天王寺区、ラジオネーム、ワンタッチさんからいただきました。朝倉みなみという町がある。好きなんじゃん。タッチネタ多いな。この間もケンちゃんの時タッチの話してたよね。俺めっちゃ最近出るたびタッチのお話させていただいてる気がする。そうだから、それに吸い寄せられるように、嬉しい、ワンタッチさんも送ってきてくれたらと思いますけど、ちょっと詳しく聞きたいです。はい、高知県に朝倉南町があるそうです、うん、へー、最近ええやんたんで話題のタッチの朝倉南と関係があるかどうかは知りませんっていう。最近話題、はい、でスタッフ調べによると、正確には浅い深いの浅いではなく、モーニングの方の朝で朝倉南町でした。 Google マップを見ると高知銀行の朝倉南支店があります。へー、わ、分かりましたね、はい、タッチ好きなんですか？大好き。おー、もうほんまに大好き。だからそれを、それこそ佐野ちゃんと前話し合って、うん、それで放送事故起きた。苦い思い出。そうそう、タッチを話しすぎて熱くなっちゃって。熱くなりすぎ。あいつおかしいから、質問。佐野ちゃんが。達也と和也の関係性すら分かってんけど、だから。おお。誰が交通事故に遭うんみたいな。うん。おっ、せやろ、おい。みなみ、みなみ、アホか。何やねん、それ。いや、でも俺もうっすらしか知らんわ。いやいやいや、やってましたよ。アニメでもやってましたよ、僕ら。やってた？アニマックス。あ、アニマックスな。みんな見てたよ、アニマックス。やってた、やってた。うん、でも俺、カートゥーネットワークとかの方が多かった。いや、カートゥーネットワークもあったけど、アニマックス、うん、夏のアニマックス。夏友達と遊ばれへんかったら、昼間アニマックス見るやんか。そしたら、タッチやってるやんか。見る。で、夕方から俺、トムとジェリーやってた。ああ、そう、トムとジェリーもやってたな。そうやってた。その時にやってましたよ、しっかり。でも、タッチはな、見てなかった。いや、でもちょっと僕の好きなところ、まあ、これはほんまに僕が一番好きなんですけど、うん、まあ、西村ってやつが出てくるんですけど、お西村覚えてます？西南のね、西村西南高校、西村カーブ得意なんですけど、お、ね、まあ、あの時代にあの野球漫画でカーブが得意みたいな、そんなもんなんかで、みんなやっぱストレートみたいな、まあ、タッチもそうです、うん、その中でカーブを使う技巧派なピッチャーがおったんですけど、ライバル高校で、うん、まあ、タッチやとは違う高校でおったんですけど、うん、はいはい、西村が、うん、途中負けるんですよね。で、日村はずっと達也に行けずみたいな、そう、ライバルな感じだったんですけど、途中で戦う前に負けてもうて、達也、主人公が、最後の甲子園で、うん、3年の、うん。で、それで泣いてたんですよ、負けて、マウンドで。ああ、いいな、そこやな。っていうのを、
その達也のことを好きなマネージャーがね、達也の学校におって、うん、でそいつがちょっといじるわけですよ。あいつ西村マウンドめっちゃ泣いてたんですよみたいな。そんなキャラじゃないのに。実はそこに負けただけじゃない理由があったんですよ。その負けるには理由があって、 おばあちゃんが亡くなった。確か、確かおばあちゃんが身内の方が亡くなって、うん、そう、俺もごめんなさい10年以上前の今、うん、記憶をたどり流れてるんです。それがめっちゃ好きで、それをいじるんですよ、うん、で達也はそれをしてて、でもそのマネージャーは知らんかった、うん、だから面白いでしょみたいな言ってきたけど、達也はそれに対してマネージャーをバーンと押してプールに突き落とされてマジ でプールで喋ってたんですよ。プールの近くで喋ってて、プールで喋ってた。そうして今のじゃありえへんぞ、ありえへんな、そんなんやったらあかんですよ、うん、漫画でも。でもシャン落とし込みあかんから学校のプール。でなんか無言で、でも達也はそれ以上何も言わへんわけ、うん、そのそれ以上は何も言わへん。それ俺達也目指してたから、小学校の頃。おうおう、そういう大人になるっていう上杉達也性格、おうおう、憧れてる人物みたいな、うん、インタビューだったら上杉達也書いてました。そういう余談いいから、そういう余談はいいから、進んでくれ、進んでくれ。脱線に脱線を繰り返して今戻ってきました、はい、で、おかえりなさい。達也は歩いていくわけです、はい、でその残されたマネージャーね、うん、何したと思います。プールに入って、プールに入って、まあ、入れられます。怒るとか、ちょっととか、何してんだよ、そう、理由知らんから、その見えしなくてとか、うん、あ、何してんだよって達也にやり返す、うんうん、違います、確か平泳ぎしてましたそれがもうタッチのいいところなんですよ。あ、そうなんですか。いいとこなんや。つまり達也の性格めっちゃかっこいい。ぜひ見てください、佐野と一緒に。佐野と一緒に、うん、もう曲終わったよタッチ終わっちゃったよで大丈夫、まだタッチチャンスあるから。あ、本当？タッチチャンスはいい。タッチチャンスあるの？タッチチャンスあるから。タッチラジオタッチラジオになってきました。タッチチャンスあるから、はい、まあ、一旦じゃあこれ判定いくか。朝倉南町行きましょう。そうそうそう、小事件に刺さるんじゃないかということで、はいはい、いきます、せーの、大発見。おい、なんかこれあれやんな、多分俺がそのタッチをめっちゃ好きとかじゃなくても普通に驚きですよね。うん、なんかその世代の人とかしたらおーって思うんじゃん。そうそうそう、うん、そんなドストレートに一応、そうやねん、そうやねん、ね、まあ、感じは違いど、うん、あるみたいです。ちょっと気になった方ぜひ高知県に遊びに行ってみてください。ぜひ。さあ、タッチチャンスが来ました。なんなん、埼玉県川越市、ラジオネーム春子さん。春子さん、みなみちゃんがきっかけで部活のマネージャーが認知された。へぇー、あ、それやっぱ社会現象になったから。そう、はい、来ました。読みますよ。タッチの朝倉みなみ、新体操選手に転校するまでは野球部の女子マネージャーを務めていました。途中から悩んだ結果の新体操、うんうん、情報が長いな一個一個。そのことがきっかけでマネージャーの役割が社会的に認知されました。厳密には1960年代に放送された青春学園シリーズ、1970年代には複数の少女漫画において女子マネージャーの姿は描写されていましたが、みなみちゃんの影響により女子マネージャーは女子生徒の憧れとなりました。なるほど。1992年7月2日付の朝日新聞大阪版の報道によると、とある学校では女子野球部員の数を女子マネージャーが上回るケースもあった。めっちゃ面白いなそれ。すごいよな、うん、何がすごいって春子さんのこの情報量な。ああ、確かにびっしりね。これもスタッフ調べとかも一切添付されてない。せこいわこんなん、僕の会にこんなん完成されたお便りですよ。せこいわ。なるほどね。でもなんか社会現象になったんや。そんなにな、すごいよな。俺生まれてへんしさ、そもそもその時代、うん、俺もギリ生まれてへん。そう、80年代とかでしょ。タッチは放送されてるのはそれぐらい、うんうん、っていうのだから、そんなんはもうこういう情報じゃないと知らへんから。そうそうそう、実際体験してへんからさ。だから春子さんが経験してた。春子さんってほんでこれスラムダンクのマネージャーやないの。もういやいや、ね、バスケの話出せないやつ。ないの。いいいいいい、そんな。お兄ちゃんゴリ？もしかして。聞いとくか。もしかしてお兄ちゃんと顔似てない？似てないんちゃう。春子さん本名っぽいよ。お名前書いてあるけど。春子さん。何や春子さん。あ、ごめん。最初の。そうそう。高木の話しあるんですか。はいはい。そうかそうか。でございます。はいはい、南ちゃんすげえ。セコイですね。これは私のツボに入れてくるようなボーカリスト、あなたもやり手になってきましたね。小島のツボが分かるようになってきました。伊達に2年3年一緒にいないって言ってた。頭かいてた。さあ、では判定に参りましょう。はいはいはい、もう出してる。キンキラキンです。僕もこれです。せーの。大発見。いや、こういう情報面白いよな。いや、おもろい。シンプルにさ、そうやね。その時代生きれてへんから。うん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 。うん、
こういうリアルタイムの話が聞くといかにだから当時タッチがすごかったかっていうな。いやもうやっぱすごかったよ。そう、それも感じるよな。このね、ほんま10年以上後に生まれてる僕でも知ってるってことは思う、うん、そうやな。内容知らんでもだってマサヤでも存在は知ってんねんからタッチっていう存在はな。あいつはちょっと知らなすぎですけど、さらちゃんは、はい、あらちみつるさんに怒られそうな気がします。でもみなみちゃんっていうのも知ってんねんからすごくない。そうやな、そのキャラクターがね。そうそうそう、キャラクターがこんだけ独立するって確かに確かになかなかですよ。そんぐらい影響あったのか、はい、ということで、まあ、ちょっとタッチシリーズでございましたけども、はい、ということで、本日大発見無事2枚か、うん、タッチシリーズで出ましたね。はい、よかったです。ありがとうございます。ということで、以上、知らんかった大発見のコーナーでした。ありがとうございました。それではここで1曲。1993年からヤンタン木曜日を担当したつんくさん。今夜お送りするのはつんくさんが出演し作詞作曲を務めたドラマ婿殿の主題歌です。桜庭雄一で俺一人ブラッちょっと一番待ち惜しい、一人あとちょっとやったのにな。気を取り直して頑張れ。桜庭雄一郎で一人ぼっちの歯ブラシ。今日は A グループ小島健人、まさかの吉野里がお送りしています。はい、ということで今回は、特別ゲストに何わ男子の道枝駿佑くんがこの後スタジオに登場。あ、嘘だよ、嘘はついたあかんよ。ぜひ皆さん最後まで聞いてください。嘘ついたあかんから。今月のええとこあかんとこ。ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、今の言葉プレイバック。どうよこれは。すいません、ちょっと皆さん重い話題から入りますけども、なんかね、うん、今のはね、どうやろうな、どっちが悪い、あ、どっちが悪い、ごめんなさい、これはもうスタッフが悪い。はい、まあね、うん、今僕が今月のええとこってタイトルコールがね、うん、ええとこあかんとこのタイトルコールがあるんですけど、ジングルの後にあるんですけど、うん、ジングル終わって1秒ぐらい 1,2 秒してからな、うんうん、あ、今からええとこあかんとこですって言われたよな。耳の中でいやですよね。あ、ええとこあかんとこやったって言って確実に忘れてましたよね。忘れてました、ね、向こうが。でも普段ここ提供入ったりとかな。そう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 、するから今日だからまあ珍しいパターンではあるなとは思ったんですけど、そう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 、ねえ、なんやろ、そういうミスなくしていこうか今後、うん、もうな2年うん、でも あの人は言いづらいから言うからと思うから俺が言うけど、うんうん、誰が言うてんの、うん、小島が悪いかもしらんで、うん、あ、なるほど、事故を呼ぶ男やから。でも確かに今のミスタートラブルメーカーまあまあ気を取り直して。そうね、いやでもまあこれはちょっとごめんなさい、僕もちょっと気抜いてた部分もありますんで、うん、はい、スタッフさんは何も悪くないので皆さんスタッフさんを責めないでください。おお、まあ、急にフォローしてるんだ。はい、ということで今月のエイトパーカンとか始まりました。このコーナーでは今月この番組で起こった出来事、はい、メンバーの名言、珍場面などをリスナーさんに報告していただき、うん、放送で振り返っていくコーナーになっております、はい、いいね、楽しいね。そうかそうか、今回が2月最初の出演である正門君、もうギリギリ滑り込みか。そう、やっと出れた2月。そうなんや、よかったよかった。星5回出てへんかったということなんですけど、うん、まあ、メンバーの放送を客観的にしっかり聞いてください。わ、はい、かりました。厳しい目で見て、うん、そうやな、もう怒る人にはもう今からもメールしてもいいですよ。オッケー、鬼伝するわ。鬼伝しよう、うん、叩き起こしてあるわ、ね、家まで行ったるわはい、その調子の正門さんがいますので、まずはこちらですね。はい、あかんとこ、あら、いきなりエコーに乗った、あら、いきなりいきますよ、あかんとこ、南はどっちが好きなの事件ということで、報告もらっております。まあ、さっきも散々タッチの話しましたけども。あれ、サンちゃんのやつか。まあ、ここから多分始まったんですよね。この回から。はあ、ははあ、タッチの話は。ええやんたんで。うん、北海道高須町の、朝ぴょんからいただきました。2月7日の小島くん佐野くん回のエンディング。お、南と和也と達也でヒートアップしていたのが印象的でした。月始めからこれやってたんかいっていうことですね。今月末までまだやっていると。タッチの月やったよな、はい、今月は。我々は大好きですから。いいですね、いいですね、はい、この日はですね、ハッピートデイのお便りの流れでタッチのお話になったんですけど、うん、まあ、タッチの内容を知らなすぎる佐野、うん、そんな佐野にイライラして殴りかかりそうになる小島の図を繰り返していた。物騒やな。まあ、ザ・テレビジョンさんがね、さっき、オープニングでも紹介しましたが、うん、密着してくださったのもこの回。ありがとうございます。よりによってこの回で書かれてますね。ほんまや。よりによりましたが。ちょっと他の回を見せたかったんや。ヤンタン的には。上品なね。上品な回を、ね。ラジオやってる回を見せたかったけど。この日はタッチの雑談でしたけど、ね、まあ、その勢いが止まらずですね、エンディングでもタッチのお話になり、あ、すごいね、タイムキーパーガチ勢という異名を持つ正門君が聞いたら、そっと
倒するのではないか。なんだお前倒れんの？という、もう倒れちゃうかもっていうぐらいのエンディング。まあこれもまあ、はい、若干プチ放送事故みたいな感じにはちょっとなったと思いますよ。プチつけても事故は事故や。プチ放送事故みたいになったかいですけど、うん、まあちょっと、なんかかいつまんで、ちょっとお聞きくださいませ。そう、長すぎるから。何二段ベッドのシーンが何二段ベッドの上で、ボクシングの試合負けた達也を励ますために、みなみが、キスするんじゃないかなって、達也が冗談マジでちょっと言ったことに対して、ほんまに、チューする。名シーンですよね、あれね。シーンやな。で、下で待ってるね、みたいな感じで、下で。はい、で、達也はそのまま上で。何そう、チューされた達也は、はい、何したの？もうそのまま寝ましたよ。何ダッサー男やな。ダッサーだよ、お前。あんなかっこいい男おらんねん、お前。チューしてほしくて言ってるやん、それは。チューしてほしくて言ってて、南が何を刺してチューしたのに、そんなわざわざチューしてくれて勇気振り絞った男に対して。違うっつってんねん。情けなのよ、お前。ボクシングの試合で負けたの。で、達也だけじゃないんでしょ、南がチューしたの。南がチューしたっていうか。かぶってんの、その、交際期間は。かぶってんの、かぶってんの。交際してないねん。交際、達也とも交際してないの？ないねん。カズヤと交際してたの？カズヤとも交際してへんねん。どちらとも交際してないのに、どちらともチューをしたの、南は。それが甘酸っぱいんですよ、あの作品は。甘酸っぱいとかないでしょうが。最初にチューしたの、どっちだ、南が。え、どっちや、達也なのかな。達也で、その後カズヤがあのトランプしてる時に、南はどうせ達也が私のこと好きなの気づいてるんでしょ。違う、チューとかそんなやって。違う、達也は、達也はそんな男じゃないねん。何その後にカズヤにチューする南がなんて女なんだ。達也はそんな男じゃないねん。達也の気持ちも考えろよ。ケーブルテレビ J コムで。はい、というエンディングでしたね、2月7日。あの、ケーブルテレビっていうのは、これが終わってからの提供ですか？ね、あの、いつもの、以上、A グループの、まるまるとまるまるでしたが、うん、まあ、これになったっていうタッチの話になっちゃった。ファイアーバードすら流れへんかったんや。すごいな。そうよ。おー。すごいでしょ。そうそう。まあ、プチ放送事故みたいな感じで。まあまあ、そうか。早く終わるよりかはマシか。まだあかんとこ、これね。なんか続きがあるみたいな。あ、続きがあるんですか。実は、次のシーンの大発見のコーナーでも、タッチのお話が出ていたと。なるほど。これも、ありますので、聞いてみましょう。どうぞ。はい、漫画タッチのタイトルはタッチバトンタッチという意味で付けられた。お、はい、最近流行りのタッチ先週も出てましたね。はいはいはい、こちらですね、はい、弟カズヤの夢を兄タツヤが受け継ぐ。兄弟なん兄弟やったん。え、兄弟やったん。双子双子だ。え、誰やっけ、女の子ひどい。みなみちゃん。みなみちゃん双子いったん。みなみ。ちょっと待て、これ何や。俺知らんぞ、これ。双子いったって言った本で、あいつ。ちゃん大学の食堂ちゃうねんから、お前。双子いったって、お前。あんちゃんの会話やった。どんな会話してんの。双子に手出したんってことやろ。だって、佐野ちゃんが言いたいのは。しかも、みなみちゃんの名前忘れてたよね。あの子何やったっけ？ね。双子やん。昔からみんなでね、壁にボールぶつけあったりしてね、同じようなプレハブ小屋みたいな感じでね、勉強机で、ね、集めて、達也と和也とみなみでね。ああ、なんか。そういうのがあるやんか。俺、ちょっと信じられへんわ、俺。こんな暴走してたやん、僕のいない会で。双子という情報も知らんかったし。サナちゃんは。挙句の果ては双子行ったんですか？なんか嫌な PTA みたいな、そのちゃん。確かに。そんなんじゃないねん。おもろいな。タッチは。風紀正そうとしてるもん、タッチの。タッチのね。違うねん、ほんま。いや、まあ、そういうことじゃないねんな。そうやねん。もうだから、これ読むの分からへんと思う。まあ、ちなみに、こんなお便りもあるよということで、紹介させていただきますが、愛知県のラジオネーム、芹沢愛香さんからいただきました。結構フルネーム目のラジオネームですね。セリザは、はい。拡散ね。偽名であってほしい。はい。佐野くんと同じく、私もタッチの曲だけ知っていて、うん、達也と和也が双子だったことをやんたんで知りました。そうかそうか。曲を知るだけではなく、アニメの内容を知る大切さを改めて痛感した2週間でした。違う違う。そんなラジオではないんですよ、皆さん。ちなみにですけど。まあ、ここ先に。いや、それあの剣幕で言い合ってたらそうなるやろ。いや、でもどうですか？実際、まさかろさん好きな漫画、それこそ呪術廻戦とか。ああ、いやいや。なんか、腹立ちません？その、それこそ、え？主役って五条悟でしょとか言われたら。うわーってなるな、確かに。でしょ？違う違う。分かってないな。そうじゃないってなるでしょ？歌い出しはせんけど、別に。なるでしょ、でも。なるけど、でも、そっから、あ、でも、喋ってたらさ、フックにはなるやん。違うよっていうのは、実はこういうキャラがいてね、虎杖悠仁が主人公でね。はいはいはい。呪術のやつやけど、虎杖は呪術が使えないんだよ。うん。そいつが、
戦っていくストーリーなんだよって言ったら興味持ってくれるかもしれない。で興味持ってへんねんサムちゃんは。ただその何トピックとしてなんかそのブームだけ聞いて双子行ったとか双子とキスした同じ時期付き合ってへんのに見てもないやつがそんな、それはよくないな。これネット記事と一緒ですよ。切り取り出し切り抜き方がね。なんかされたんかネット記事にあるけどな、なんかこういうことだけねそう書いて見出しにドーンと貼る、あるあるある、それと一緒ですよこのサムちゃんのやり方は。テレビの面白プロレスの一瞬だけを切り取ってるっちゃ全貌を見てください。本当にあるあるある。芹沢愛香さんも見てください。そうやな、佐野ちゃんにもぜひちょっと。そうだから芹沢愛香さんは双子行ったやつのアニメかと思ってる可能性があるってことやもんな。そうやね、不死だらの女の話やって思ってる可能性がある。違うから、そうじゃないから。だからね、足立光さんの作品見てほしいわ。お前佐野ちゃんにめちゃめちゃ綺麗やねんから。佐野ちゃんでもあまりにもアニメ通ってなさすぎすぎるけどね。まあまあそれもありますけど、でもその中でもやっぱ見やすいと思いますしね、佐野ちゃん。だからそのみゆきとか見たらそれこそもうね、どうなるんでしょうか、なんていう感想が来るんでしょう。みゆきっていう、そうそう、兄弟で、うん、まあ実はその血が繋がってない兄弟で最終的に恋をするって話なんですけど、まあそれだけ聞いた佐野ちゃんはまた言う、いろいろ言いそうですけど。なんか恋愛に厳しいな。そうそう、ね、あいつ恋愛厳しい。硬いんですよ。硬いな。頭が硬い男ですけど。ね、エンタメって楽しまないな、それはな。そうそうそう、漫画ね。ちょ、皆さんもなんかちょっと本当に面白いんで。でもちょっと興味出てきたわ。あ、そうそうそう、本当にみんなでちょっと語りましょう、また。うん、そうやな。ここに集まって。よろしくお願いします。はい。はい、マッサン。続いてもあかんとこですよ。あ、ちょっといいとこないや、何も。いきます。リチャード牛になる事件。リチャードのあかんとこ、はい、もうようわからんですけど、ある報告もらってます、はい、大阪市西区の、ラジオネームゆうさんからいただきました。先週リチャ君が熱血カルタ部の最優秀作品賞を最優秀作品を悩んでる時に悩みすぎて突如ため息のようにリアルすぎる牛の鳴き声を発していました。ちょっとわかんないですけど、それでは優秀作品悩む部分から。うん、俺総務部怒らしたのも好きやんけど、うん、好きよ。でもあの達也と和也兄弟なんも好きやん俺。まあ確かにな、おもろいもんな、うん、いや、擦られ続ける武勇伝も好きやけど、なんかやっぱちょっとチョコっていうワード入れるのはちょっと分からへんかなとも思ったりもする。ちょっと迷うところではあるね、これは。もうこれもリチャーが決めてもらっていいですから。じゃあ決めまし、てません。あ、うん、結構あれだ、緩いんですね、ね、リチャースへの会話。なんかな、ね、同じグループとは思われへんテンションのラジオ。確かに今日とは真逆ですよね。まあこういう回も、まあ、毎回楽しめるというのは、ね、まあ、それが魅力ですからね。魅力なんです、ね、やんたんの、まあ、ちょっとラジオネームゆうさんからの、ね、さっきご紹介したゆうさんのお便りには続きが、はいはい、リチャ君の牛の鳴き声に対して驚きもせず全く触れもしない末澤誠也が一番のアカンとこだと思いました。いや確かに、はい、これはスタッフも誰も気にしていなかった目の付けどころがグッドということで、おお、お墨付きや。だ、末澤誠也さんのこの反応も含めてアカンとこなんですよね、この牛になる事件は。せな、ちょっとあのリスナーさんがんって思ったこと触れないと気持ち悪いまま進んでいってしまうから。気持ち悪かったもんね。そう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 、うーん、あー、エンディングいかんまんま提供入って終わったでみたいな。でしかも最後なんかわけわからんこと言いましたよね、うん、難しいこともなく、なんか決まりましたくもないですみたいな、なんか言ってた ね、 ね、日本語下手になってたから牛になっちゃったから、牛になっちゃった、牛になっちゃったから。そうかそうかそうか、はい、っていう事件がありました。これはちょっとまあまあ、うん、あかんぞとも言いづらいのが良くないよな、はい、おー、なぜですか。なんか空気感っていう、あー、なるほど、言葉で全貌を聞かないとそれこそ、そうそうそう、わからない。助けられてるじゃない、これがリチャスウェイなんだよって言われちゃう。なるほどなるほどなるほど。それをリスナーが突っ込んで楽しんでますって言われたらもう言い返せないよ。あー、なるほど、そうそうそう。じゃあさっきのエンディングとかプチ放送事項も含めて、うん、リスナーさんが楽しんでるからマスは否めない。リスナーが楽しんでないと否めないかな。タイムキーパーガチ勢でもそうやな、大丈夫だ、うん、俺も硬いんかもしらん。ああ、なるほど、タイムキープに関して、ああ、ちょっとあれかな、それこそ佐野ちゃんの低層観念張りに硬いのかもしれない俺。なるほどね、まあでもそれで言うとまあさん硬いよ。もっと肩の力抜いてやってみていいですかね。そうそうそう、一回 ね、 一回、まあ今日俺経験できるってでかいと思うし、そうそう、俺のカフさばき見てちょっと学ばしてもらいます。全然全然全然、もう学ぶとこあったらいくらでも学んでください。ありがとうございます、吸収して帰りますけど、はいはい、あ、続いてもうそろそろいいところを聞きたいんですけども、あかんところです。ちょっとしかも同じ日、ええー、参りましょう。
じゃあ、末海や。あかんとこ。それでこそ、末沢事件。報告もらってます。良さそうやね。長野県ラジオネーム、小島女。うん、ああ、俺やった。好きやな、小島。最近テニスにハマっているリチャ君に、うん、浮所君が上手いから習ってみては、習ってみては、とのお便りがいただきました。うん、ええやん。それに対し、リチャ君は分かりやすく嘘の発言をし、ほう。末沢聖也が放った言葉はあまりにもストレートすぎました。なんか想像つくわ、なんか。まあ、それではちょっと、俺もよく分かってないんで、聞いてみましょう。うん、どうぞ。テニスは浮所君がめちゃくちゃ上手なので、習ってみてくださいと。浮所君、上手なんや。らしいよ。今度言ってみようじゃ。浮所君言ってみる。もう絶対言わへんやん。ん？言わへんのに言うっていうのやめや。ん？お前だって、おらんやん、友達。言い方きつない。言い方きつ、これは。これはほんま、裏のノリで喋ってるようなノリですね。そんぐらいきついですね。表で言うのは。なあ。うん。裏ノリで、うん。なんやろ。俺ら同士関係性知ってるから。そう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 。お前友達おらんや、みたいなっていじったりはしますけど。これついに表でやっててんの。ついにというか、表でこんなノリやってるんや。ちょっと。びっくりしました。腐ってくるよな、これ。うん、ほんまに。一人で聞いてる人とかな。まあ、これでこそ末沢。いや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 、まあちょっとこれはまあ肯定したらあかんのかもね。こういうのやめようよと。そう。うん。で最初だから、あ、想像通りやわ、想像つくわって思ってたけど。別になんかやってみます。いややれへんやんって。そこまではいいよね。そうそうそう。うん、あ、もうこういうことかなって言ったら、うん、ちゃんと超えてきたね。お前友達おらんやろ。いや友達おらんからやってみようの流れやから、うん、やったら全然普通やん。今後別に嘘つけでもないし。浮所君と友達になったらいいし。そうそうそう。うん、これちょっと良くないね。お前友達おらんやろ。リチャ君も一緒に泊まってたもん。そうそうそう。そんな言うみたいになってたもんな。みたいになってたもん。もうで言ったら連絡先一番持ってんのリチャ君やし。そうやな。俺らの友達の連絡。こういう関係で言ったらな。こういう関係は一番広い。そうやで。ちょっとこれは広いな、聖也君。ちょっとな、こういう言い方はやめていきましょう。マイルドにね。そう。そう。マイルドにいきましょう。角はもうなくしていかんと。角はなくしていかなあかんとって言ってますけど、さっき、俺のことを俺一回聞き逃したけど、タコって言ったよな。ちょっとだいぶ戻るけど、その誰が言ってんねんタコみたいな。これはスタッフがこう言わなあかんよっていうので、ちょっと引っかかっておったから覚えておる。スタッフさんがこう言ったら面白いかなをまさか隣に言っただけ。タコ言うたよな、俺のこと。これちょっと気になることラジコで聞き直してください。そう俺の言葉じゃない、俺の出たけど、マッサン、俺が思ってるとかじゃないから、耳中とかでそんなの聞けへんかったし、タコとか、そのもちろん俺も言われて、それが言うたったらええねんっていうアドバイスの一環やから、タコって言われたなと思って、思ってない、いや、これ俺親も聞いてるから。じゃ思ってない。あの、考えて、息子がタコって呼ばれてる。思ってない。一回それをさらって無視してんね、息子が。なんて偉い息子や。なるか、別に。そこで感動せえへんやろ、別に。タコとかやめましょう。そうやね、柔らかい。チクチクすることも禁止。ソフトラジオ、ソフトラジオ。丸くいこう。丸いラジオ。うん、ゆるく丸いラジオにしましょう。今年の目標です。そうやな。はい。本当に。ということで、今回はあかんとこ3連発でしたけど、来月はどんなことが起こるのでしょうか。ね、あなたからのご報告をお待ちしております。はい。以上、今月のええとこ、あかんとこでした。よっ。MBS、ヤンター。